おはようございます。 VUJ です。今日はですね、木場駅にやってきました。今日はね、アイコムフェアがあるんで、アイコムショールームに行ってね、 IC905 とかいろいろ見ていきたいと思います。お、上りが立ってますね。はい、着きました。5階に上がります。国際 VHF ですね。すごい軽い、すごい軽い。面白いですね。あ、やっぱり、はい、電波が全然違いますから。あ、はいはいはい、面白いのはやっぱり山岳解説とかですね、はいはい、もう今までしたら直接墓、はい、それか反射させてって形だったんですけども、はい、山に向けたら適当に向こうのが受信しますので、あ、はいはい、あれがね、面白いなと思います。そうですね、解説してね、うん、そうですね、山をすり抜けてこう行く感じが面白い。そう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 、まるで山がないみたいなイメージではい、はい、バラバラ、これはの虫越しなんですけど、はい、バラバラを向けて山の上の適当に向けておくと、向こうのがじゃんじゃん入ってきますんで、はいはいはい、で、まあ、かなりあの精度も上げてますと SSB の待ち受けも十分できますし、あ、はいはい、その辺は OCXO でかなり作り込んだなという感じでございます、はい、そうですね、 GPS からもらって OCXO っていう感じですね。そうなんですか。 GPS はね、あのほぼほぼなくても大丈夫な状態で作り込んであります。あ、そうですか。もう経年変化でどうしてもずれてきますので、はいはい、それを時々補正するくらいの意味合いになります。あ、なるほど、はい、時々補正するのと、あとは B さんの場合 GPS の位置情報をやり取りするっていうのがありますので、はい、そのあたりで使われているっていうところが大きいですね。なるほど、はい、これってやっぱりコントローラーとアルフニットセットで技的ですか。もちろん、はい、あ、じゃあやっぱバラで販売っていう形はしない ないですね、はい、そうですか。コントローラーだけではあの通信機能はありませんので、はいはいはい、あのここまでのセットって形になります、はい、そうですね、やっぱり固定と移動がね、これ固定で家につけちゃうと移動の時、ね、屋根から外して持っていかなきゃいけないっていうと、やっぱりなんか、ね、コントローラー1台で2台の方がなんかそうするとこれ2セット買わないといけないですね、固定と移動でね。そうです、申し訳ない。モービルと同じようにコントローラーと本体はセットって形になりますね。やっぱそうなんですね、はい、やっぱそうだろうと思ったんですけど、でまた今の段階では問題はないんですけども、はい、やはりコントローラーと、はい、本体とやっぱ同じファームでないと、はい、あの正しく動かない可能性も出てきます。はいはい、モービルなんかそうなんですね。はいはい、セットでコントローラーと本体と組んだ形 の、 あの、はい、動作になりますので。なるほど。じゃあ他に RF にと 別でいろいろ他の販売ってことはないんですよね。だからね、そう、はい、セットなんで、はい、アンテナも同時発売な感じですかね、発売するとしたら。そうです、一応アンテナもご用意させていただく予定なんですけれども、ただあのマイクロウェブやってらっしゃる方は皆様の自作のアンテナいろいろ作ってらっしゃって、そうですね、はい、でこういうものよりはあの指向性の高いものを使われますので、はい、まあ、メーカーとして参考では出させていただきますけど、おそらく皆様ご自分たちの好みのアンテナ使われるんじゃないかなと思います。そうですね、 5.6 ギガ、10ギガ、やっぱりパラボラの方が多いですよ ね、 そうですね、はい、で一応パラボラも用意する予定ではあるんですけれども、はいはい、あのパラボラも皆様方好みが強くございまして、そうです、ね、はい、いろんな JR のイベントとか行きますね、パラボラザーッと並んでますの で、 あ、そうです、ね、皆様やっぱ好みが強くございますので、はいはい、多分こんなもの出すのかという言い方しかされないのかなと思います。いや、そんなことないと思うんですけど、まあそうですね、まあ、自作好きな方多いですからね。はい、あの弊社の中もですね、自作アンテナ友の会というのが設置されまして、はい、いろんなキノコみたいなのが並んでたりとかします、ね、あ、なるほど。結構あったかい。
ますよ。違います。タンクが違いますし。詳しく説明できるものが今ちょっと分からない、みんなちょっと分からないんで、はい、アイコム部屋見てきました。結構にぎわってましたね。いろいろ聞けてよかったです。